はい、ンレッスン開始しますえっと、これ前のねあの、あれなんですけどもまあ、これを別に運用するわけではないんですけれどもこれ今あの、うん、ドライバーの時のねあの、アドレスを解説し,ますてしたいと思いますでなんでこれ持ってきてるかっていうとここで今悪いのやるんですよで今状態だけがこう左向くからねフッと手を下ろすと右に、えー それをあの方向を直そうとして右に傾くってやってるんですけども、はい、でボール、ここに置いてますけどドライバーの場合はもっとこの左に置きますんで、あのー、右に傾いてもっと左に置けばいいんですねところが右このまま左に向いて左に向くからこれだとあの左に飛んでっちゃいますよねあの球をさらに左に置けばね。 でどうしたらいいかっていうとこの足ですねこれはまあ普通に立ってますけれどももっとこの左足をこっちへ出して手前前へ出してねクローズスタンスにすればいいんですよ。でそうすればあのー、右に傾いてクローズスタンスにしてそのまんま私の言ってるアマリり軸62対38の点前のねあのー、からさあのー、62。 後ろが38の点で回ってくださいでその時にこの右肩ダランって下げてアドレスしたものを右肩を斜め上にこっちの方向にこう上げてスイングしてくださいはいでテイクバックは左肩をですねグッ、えー、と入れるんじゃなくて 左肩をですね止めるわけでもないんですけどね左肩はあまりとあのこの右の腰の部分ですね右の腰の部分をグーッと引きながら左肩は我慢するこっからこっちへグーッとこう下半身を粘点させて、えー、腰をいっぱい入れるんですね。 でクローズスタンスでそのまんま右下がった右肩を向こうの方にこういうふうにくるんってこうくるんってこういう方向にひやっと一瞬に回していくんですよそれがヘッドスピードになって距離が出ますそして今見てたら PGA の松山選手もタイガー・ウッズもトーマスもみんなそれでやってますそれがあのゴルフだということが彼らも分かってきたんだと思います はい、参考になりましたでしょうかあまりにドライバーですからねドライバーのレッスン言いましたんです写真はこれドライバーではありませんはい以上あまりにレッスンでした